どうもー、フージタです。はい、ということで第24回となる今回は、1985年発売の横スクロールアクション、パックランド、こちらのゲームで、ゲームオーバーにならず全16面のクリアに挑戦したいと思います。成功した場合の報酬は、ボーナスアイテムのフルーツにちなんで、女子に人気のキルフェボンのタルト、こちらをいただけるそうです。すごいですね、このフルーツ感というか。僕スイーツ大好きなんでね、ぜひゲットしたいと思います。そして万が一失敗した場合は、パックマンといえばピザ、まあまあそうですね、あのね、形がね、恐怖のサイコロトッピングピザに挑戦しなくてはいけないそうです。なんかサイコロを振って、出た目のやつをピザにトッピングしていくみたいなことなんでしょうね。まあ失敗はないと思いますけどね。それでは、頑張って始めたいと思います。はい、それではスタートしたいと思います。パックマン家から出てきます。まあこのゲームね、独特な操作ですよね。連打で進んでいくみたいなね。あ、下まで来るのか。この操作に慣れるのもね、まず大事ですね。慣れたところで、もう慣れてても難しいポイントが多いんで、連打プラスギリジャンっていうポイントが結構あるんで、普通、まあね、十字ボタン、右とか押しっぱなしからジャンプ押せばいいじゃないですか。連打しといてそれでタイミング合わせるんでね、より難しくなってますからね。で、パックマン滑るんですよ。滑ってなかなか急に止まらなかったりするんで、なんで一回一回ジャンプをね、慎重にやる必要もあるんですね、これね。で、アイテムとかもいっぱいあるんですけど、あるんですけどね。まあ基本的にはヘルメットとか取りたいんですけど、一応餌以外取んない方向でいきたいと思います。ナムコポイント、遅かったか。ちょっと遅かったですね。500、1000、ナムコっていうポイントが出るわけですね。7650。で、ここは若干足場が悪いところですね。ここもまあ橋なんですけど、何にも仕掛けはないんで、どっちかに流されたとかそういうのもないんで、まあ普通に行ってれば問題はないですね。そして一気に飛び越えちゃってクリアです。ここポイントまで山のふもとから狙っていくとこんな感じで出るわけなんですね。山のこうなんか平らじゃなくて山があるんで狙いやすいってことですね。家もドアがあるんで狙いやすいですね。で、ここはまあ浮遊ができると、空中浮遊ができるってことなんですけど、動きの幅が広がってくるんで、逆にやられやすくなるとも考えられるんでね、慎重にいきたいと思います。まあまだ4面なんですけどね。こんな感じで、まあまだ4面なんで、すっと行きます。で、初めてバックマン家に戻ってきます。これポイントがあるんで、白いところのところからこう行くと、今の1アップの音ですね。500点、ちょっと遅かったですね。500、1000、7650なんで。で、ごめんと。まあ、ここも足場悪いんですけど、まだごめんなんで、そんないやらしい敵の出方もしては来ないですね。サボテンもそんないやらしくないですね。こんな感じで。そんな激しい攻撃ではありませんね。これもスッと避けつつ、ジャンプ力あるときにドーンとってクリアですね。ここポイントがないじゃないですか。平坦なんで結構難しいですね。ここで0点ですね。0点、惜しかったっちゃ惜しかったんですけどね。早かったでもですね、ちょっと若干で。ここまあジャンプ台があるんですよ。基本このゲームずっとボタン連打してるんですが、これジャンプ台さらに連打しなきゃいけないんで、ちょっときついっちゃきついですね。これかなり連打しないと落ちるんで、結構ギリですよね、連打してたのに。
で、今のところが一番長いんで、ここはそんなでもないんで、軽くいって問題ないですね。短いですよね、ここね。よっと危ない。あの動きすげえやらしいっすよね。で、ポイントがないところでナムコポイントを狙います。まあ500、ちょっと遠いかな。で、7面と。まあこの辺からね、敵が多くなってくるんでね、慎重にいかないと。パックマン急に止まらないんでね。ホッピングとかも怖いですよね。この辺とかも嫌な動きですね。嫌な動きっていうか単調な動きなんですけど、でもああいう狭い範囲で来られるときついですよね。なんか狭いところはきついな、なんかきついな、なんかきついな、追い込まれてるな、こんな面で。はい、そして山の方とかあるんでポイントがつけやすいところなんで、どうだ、惜しいですね。1000の次7650なんで。そして8面、ここもね、幅が広がってくるんで、空中浮遊ができる面ですね。この音楽大好きなんですけど、慎重に、今のところも慎重に。ヘルメット持ってないんで、この小さいやつ当たってもやられるんで、そこは気をつけなきゃいけない。あとはこの消火栓とか、木とか押してアイテムとか花とか出てくるんですけど、とりあえずね、アイテムはスルーでいきます。そして家に戻ってきました。家はポイントがつきやすいんで、この辺りか。惜しいっすね、7650、もう一歩でしたね。ちょっと早かったってことですね。で、9面。もうね、これになってくると敵がすげえ多いんで、1回かのジャンプを慎重にいかないと危ないですね。これ今、危ない、危ないでしょ、今の。今の危ないでしょ。嫌な動きだな、嫌な動きというか、嫌な配置とか、あー危ねえな。どうやっても危ないですけどね。結構きつい配置で来る。うおー、慎重に行かないといけない。ここも嫌ですよね。ジャンプ行きすぎても上のやつに当たっちゃうんですよ、今の。餌が取れない、ちょっと待って。餌だけは取らしてよ、さすがにね。まあ結構ね、危ない、戸惑ってますけど、手間取ってますけど、クリアでございます。この辺りか。うん、ちょっと遅かった。で、10面がまあ結構な鬼門ですよ、はっきり言って。結構落ちるポイントが多くて、いろんなギミックが詰め込まれてると。ここまず早いやつ、これね。うわっぶねー、ちょっとやばいやばい、こういうのやばい。なかなかね、1マス進んだり戻ったりするの難しいんですよ、このパックマンが。で、ここは、戻されるやつだね。戻されるやつだから、前に連打しときながら、頂点でジャンプみたいなね、結構難しいギミックですね。危ない、ギリじゃん。ちょっと将軍からね、一気に飛ばしていっちゃうんですけど、本当は一個一個いった方がいいかもしれないですよ。よいしょ。はい、まあ難しい面、とりあえず、スッときましたね。で、ナムコポイントも狙っていきます。まあ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 。で、11面と。なかなか難しいですね。この辺からもう結構ね、敵が嫌な位置で来てますね。サボテンも嫌な位置に置いてありますし。こんな感じで。うわ、危ねえ、危ねえ、今の。危ねえ。嫌な位置に来るでしょ、今の。今のなんて嫌な配置ですよ、はっきり言って。危ねえな、今の。これも結構嫌だしね。危なかった、今の。危なかった。ああ、これはまあ上から行くのは正解。だってあれオレンジとか、あの道のとこ攻めてくるんですからね。で、これ麓から狙って、こんな感じ。まあまあ、ちょっとダメでしたね。で、12名。ここもなかなか難しい。けど、あ、ここ鬼門だよ、鬼門っすよ、超鬼門っすよ、ここ。上から行くと、こう、なんつうんですかね、一番上にこう来るんですよ。これがすげえきついんですよ。で、真ん中より下に行くとストンと落ちることがあるんですよ。それを踏まえると、この面超きついっすよ、はっきり言って。
これもなんかね、このゲームをやった人なら絶対わかる。くー、きつい。すごい追い込まれてる。ここ鬼門中の鬼門。うわー、なんだよね、あれ、わかるっていうか、わかるでしょ今のムズさん。上に来て真ん中のあたりにもいるんですよ。ここね、ここ。あぶねー。もう一歩遅かったら今落ちてたしね。いやー、ここきついとこなんですよね、すごく。で、嫌なんでポイントがつきやすいんで、このあたりから、ドンと。あ、惜しいっすね。で、まあ13面もむずいんですけど、14、15がむずすぎるんで、13面がね、そんなむずく感じないぐらいな勢いありますよね。むずいんですよ、ほんとは。13、14がもう本当に、14、15が鬼門すぎるんで、あっぶねー。これも嫌な配置でくんな、本当に。うおー、敵多いし、多いし、嫌なところで攻めてきてるじゃないですか。ほら、オレンジなんて、あの、通り道、ジャンプできないところを攻めてきてるんですよ、あれ。だから、このルート選びが、すごい大事になってきますね。まあ基本上ないかな、一番上。これは餌を食べに行く。よいしょと、クリアでございます。ここでも一応狙っていきます。うん、惜しいですね。で、鬼門の14、15来ましたね。ついにもう手に汗握ってる。やばい、どうなのか。で、ここまずここで敵を誘導して敵に乗っていくんですよ。こんな感じね。あぶねー。まあこれを強引に突破し、あれにずっと乗ってくっていう手もあるんですけど、それはそれでむずいんですけど、だけどその後が楽になっちゃうんで、なんかズルしてんじゃねえのみたいな感じになっちゃうのも嫌なんで、一応いきますね、成功法で。よいしょ、危ない。ここもすごい難しいの。逆に流されてるところからギリじゃん。で、ここ鬼門中の鬼門。ここわかります？今の運じゃないんですよ。狙ってるんですよ。プルルルって音がちょっと鳴ってから行くっていうね。いやー、今の、やった人ならわかるんだけどなー。わかります？すごい、上手すぎません？これ、本当に。なんつってね、14をクリアしちゃうわけなんですね。惜しい！また惜しいなんつってね。で、15目、ついに来ましたね。これも鬼門っちゃ鬼門でございます。もうまずね、ギリちゃんの、敵が来るの分かってて、あそこ行っちゃいけないのよ。行っちゃいけないとは言わないけど、下から行った方がいいの、ここ。今のちょっとね、忘れてた。あのパターン忘れてた。ここもね、沈んでる時だと即死するんで、気をつけつつ、ここも激ムズよ、ここ。行ってくれ、危ない危ない危ない。すげえ力入ってた。プロといえども力が入るとこ、今。どうにか行ってくれっつって、ね、力が入るわけですよ。で、ここ、ぐっと行っちゃって、ここもなかなか難しい。ギリなんですよ、一応。で、ここも結構難しい。ここ、なんだっけ。あ、流されるんだ、ここ。こんな感じで。で、いよいよ、スーちゃんに乗るとこですよ。ここが最後の最後。乗れんのかな？乗れんのかいなんつって言っとりますけどね。ここがね、なかなか誘導が難しいんですよね、これね。タイムもあんまもうない。あっぶねー！ちょっとこれ滑るんで、本当に危ないんですよ。どうなるんだろうな、これ。いやー、嫌な動きだ。これ嫌な動きだな。ここで乗っちゃうとか。ダメだー、ダメだ、タイムアウトだ。やばい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 。これはやばい。これはやばいなんていう次元の世界じゃないほどやばい。うおー、やばい。ちょっとこれに乗ることができんのか、はっきり言って。うおー、やばい。ちょっとそっち行って。やった、やった、やった。奇跡的に行ったぞ。今のはちょっとウニも助けられたかな。あのタイムアウトのスーちゃんに乗るなんて本当難しいことなんですよ。やりましたね。そして16面いきたいと思います。ここはね、もうファンファルと言っても過言ではないですね。敵がなんとね、これボーナスポイントの花をね、投げてきてくれるんですね。これ取れば点なんですよ、マジで。こんな感じ。いやいや、おめでとうみたいなことですよね、これね。ありがとう、ありがとう、ありがとうなんつってね、取っていくわけですね、これね。ありがとう、ありがとう、いやー、やったやった、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございますなんつってね、言っとりますけどね。うん、と言っても敵に当たるとね、やられるんで気をつけてね。花だけ取っていく感じでいきましょうね。そして、家に帰宅しますよ。ここでナムコポイント言ったらかっこいいでしょ、はっきり言って。あー、惜しい！でもクリアしました！やりました！いや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 。
結構プロの技が出たんじゃないでしょうか。良かったと思います。どうだったでしょうか。はい、ということでね、今回も大成功。はい、報酬のキルフェボンのタルト、こちらですね。いやもうすごいですよ、この具のフルーツ感。それでは早速いただきたいと思います。うまい、これすごいうまい。うまいしか言えないけど、すげえうまい、マジでうまいし。いや、こういうのすごい僕大好きだな。スイーツ好きなんだね。でね、あの罰ゲームの方もピザって罰じゃないですよね、普通に考えて。で、この振ったやつによっては単に美味しいピザになっちゃうみたいな感じだし、パックランのね、ワンミスもあったんで、これも挑戦しちゃおうかな。では、これも行ってみたいと思います。じゃあ振りますよ。いいですか。ちょっと待って、なっちゃって、いくよ。6 デスソースってこの中で一番きついやつがいきなり来た、マジで。だって、よっちゃいかとかベビースターとか普通にありえるじゃん。もんじゃとかでもありえるし、ジャムとかも甘いやつでいいのに。1と6以外はほぼ大丈夫なのに、一番やべえのは来たってやつじゃないですか、これ。これね、やばいっすよ。なんか前もね、もうこの企画ではよく出てくるやつですよ。これ3個ってことですね。あと2回いきますよ。また6が、え、これなんかどういうこと。また6が出たんですけど、この場合はもう1回、いや、もう1回もう1回ですね。はい、なるほど。デスソースが2倍にはなんないですね、それはさすがにね。これ嘘のように、だって1と6しか出てないよ、今のところ3回振って。これね、ほんとなんかロシアンルーレットみたいなやつで、もう本当に美味しいやつを、これサイコロ何もないですよね。本当に出たものを食べさせてくれる優しいスタッフなんですけどね、ちょ出ちゃってますかね、16。で、もう1個、これでもこの場合のいちごジャムとかってきついんじゃないですか、逆に。だから4と5がまあ当たりですよね、この中で言うなら。いきますよ。ちょっともう1回いきますか。3フリスク。これも微妙じゃない。だってスースーするというか、いやー、これはどうなってくるんでしょうかね。大丈夫ですか。はい、じゃあこのように仕上がってるわけなんですけど、まあこっちは普通のやつですね。ここっすね、かかったのは。じゃあいただきますよ。キレで言うと、デスソースが、あ、ちょっと切れちゃった。まあ、デスソースとわさびの上にフリスクがこんだけ乗ってるやつですね。いきますよ。いっちゃいますよ。あーあーあああああああソースが、これね、フリスクのスースーするやつもなんかこれにはすごい合わない。あ、とんでもない味になりましたね。ということでね、今回成功したのに涙目になりましたけど、次回を頑張りたいと思います。ありがとうございました。さよなら。